今月17日で阪神・淡路大震災から丸27年となるのを前に、防災を専門に学ぶ環境防災科が設置されている県立舞子高校では、震災を語り継ぐシンポジウムが開かれました。黙祷。県立舞子高校では阪神・淡路大震災の経験と教訓を継承し、若者を中心に災害対応力を高めようと、毎年この時期に 1.17 震災メモリアル行事を行っていて、近隣住民や卒業生らおよそ1200人がリモート配信などで参加しました。舞子高校の環境防災科は全国で初めて防災を専門に学ぼうと2002年に設置され、今年で20年を迎えます。今日は宮城県塩釜市で被災したシンガーソングライターあさりさんが、環境防災科設置20年を祝うオリジナルソングなどを披露したほか、石巻西高校の元校長斉藤幸男さんらが、命を守るための防災はハッピーエンドでなければならないと、次なる災害にどのように備えるか生徒と意見を交わしました。環境防災科3年間で学んだ経験だったり、講義に来てくださった被災者の方だったりの方の思いだったりをもっともっと伝えていって、まあ、災害が忘れ去られないようにしていきたいなと思いました。この後各教室で分科会が開かれ、コロナ時代の災害や心の復興など18のテーマについて話し合いが行われました。